ついに明日か。チョコロールケーキうまく作れるといいけど。っていうか私が手作り、今さらだけどやっぱ柄じゃないって気はするんだよね。あ、みーくん。お、はぐみ、お疲れ。みーくん、これからお家に帰るところ？うん、そうだけど。はぐみね、これからソフトボールの練習だから途中まで一緒に行こう。うん、そうしよっか。上機嫌だね。何かいいことあったの？うん、だってもうすぐバレンタインだもん。今度ココロンのお家でチョコの交換会するでしょ。みんなどんなチョコ持ってくるのかなって楽しみなんだ。あー、うん、そうだね。ちなみにはぐみはどうするかもう決めたの？うん、はぐみね、今年はコロッケチョコにするんだ。コロッケチョコ？父ちゃんの作ったコロッケの中にね、チョコを入れてみるんだ。美味しいものの中に美味しいものを入れたら最高に美味しくなるよ。あー、それはどうだろう。え？なんで？いやほら、別々に食べた方が美味しいものもあるし、そこは分けた方がいいんじゃないかな。そうかな。しょっぱいのと甘いのって合わせて食べると意外と美味しいよ。まあそういう組み合わせもあるにはあるけど、とりあえず渡す前に一度食べてみた方がいいんじゃない？わかった、そうする。みーくんはどんなチョコにするか決めた？私？あー、うん、いつも通りなんか用意するよ。そっか、みーくんのチョコ楽しみだな。あのさ。ん？なに？その例えばだけどさ、例えばだけど、私がその手作りチョコとか作ったら変かな？え？みーくん手作りするの？すごい、やった、みーくんの手作りチョコが食べられる。ちょっと待って、例えばだからまだやるとは言ってないから。わーい、ココロもカオルくんもカノちゃん先輩もみんな喜ぶよ。ミシェルも大喜びだと思う。いや、ミシェルはどうだろう。じゃあはぐみ、みんなに今からメッセージ送っておくね。みーくんが手作りチョコ作るよだ。いやはぐみ、ちょっと待って。あ、どうしたのみーくん。いや、送るのは今じゃないっていうか、そもそもさっきのは例えばの話で。あ、なるほど、みーくんサプライズにしたいんだね。え？だから手作りチョコを作ってみんなをびっくりさせたいんでしょ。それなら渡す前に言っちゃったらサプライズにならないもんね。わかった、みんなにはしっかり内緒にしておくから安心して。バレンタインの日まではぐみとみーくんだけの秘密だよ。いや、だからそうじゃなくて、なんでそうなるかな。楽しみだな、みーくんの手作りチョコ。はぐみ、頑張ってみんなに内緒にするからね。いや、その、あ、はぐみこっちだからもう行くね。バイバーイ。あー、行っちゃった。まったく全然話聞いてくれないんだから。まあ、あんなにはぐみが楽しみにしてるなら仕方ない。私もちょっと頑張ってみますか。
出しも終わったし、そろそろお店に戻ろっか。お、森野さん、こんにちは。美咲ちゃん、こんにちは。どこかにお出かけかな？はい、今から羽沢コーヒー店に行くところです。さよ先輩と羽沢さんにお礼がしたいなって。お礼？あ、もしかしてつぐみちゃんが言ってたみんなでチョコ作りをした時の？はい、最初はその私の柄じゃないかなって思ってたんですけど、さよ先輩や富山さんに勧められて、はぐみにもすごい期待されちゃったんで、ハロハピのみんなにチョコを手作りしたんです。そうだったんだね。どう？みんな喜んでくれた？それはまあなんというか、思った以上に。はぐみは目をキラキラ輝かせてましたし、かのんさんもすっごくおいしいよって褒めてくれて、かおるさんはこの喜びを必ずや詩にしてお返しするよって何か書き始めるし、心なんてこのチョコの美味しさを世界中のみんなに届けるわよとか言い出してなんだかみんなの反応が目に浮かぶよ。まったくみんな大げさなんですよね。でもそんなに喜んでもらえたなら大成功だね。チョコ作り頑張ってよかったね、美咲ちゃん。まあ確かにあんなに喜んだ顔が見られたのなら作った甲斐あったかも。うんうん、それにみんなが喜んでくれたことを伝えたら、きっとさよちゃんやつぐみちゃんも喜んでくれるよ。はい、本当に丁寧に教えてもらったので、ちゃんとお礼しなきゃなって。わからないことがあるとさよ先輩がすぐ気づいて教えてくれたり、羽沢さんも初めてとは思えないくらい上手だねとか褒めてくれて、おかげでちゃんと手順を覚えられましたし、最後まで楽しく作ることができました。確かにさよちゃんもつぐみちゃんもすっごく親身に教えてくれそうだね。はい、それにさよ先輩と羽沢さん、コンビネーションがすごいと言いますか、ちょうどいいタイミングで調理器具を持ってきたり、息ぴったりで、ああいうのってお互いがお互いをよく知ってないと難しいと思うんですよね。なんか尊重し合ってるっていうか、尊敬し合ってるっていうか、そういう感じが伝わってきました。なんだかとってもいい関係だね。はい。って、すみません、長々とお話ししちゃって。ううん、私もお話聞けて楽しかったよ。また時間あるときにもっと聞かせてね。ありがとうございます。それじゃ、行ってきます。うん、行ってらっしゃい。